ハテノハマ画面中央右側に見える三つの白い砂丘状のものが、ハテノハマ東部な覇城から見る大島とハテノハマ多くの観光船がツアーを企画している。ハテノハマは沖縄本島から西に約1 0 0トル久米島沖東5キロメートルに浮かぶ砂だけからなる三つの無人島の総称である。久米島に近い方から、明の浜、中野浜、 ハティヌ浜の三つの無人島からなり、三つを合わせて、ハテノ浜という。360度エメラルドグリーンの海と、真っ白な砂浜が美しく、沖縄の風景を代表するものとして、観光名所になっており、小畜映画、釣りバカ日誌11をはじめテレビ番組の撮影や、音楽の PV、CM などにもしばしば使われる。ハテノ浜は、2016年にトリップアドバイザーが、 発表したトラベラーズチョイス世界のベストビーチ2016の日本国内のランキングで7位となった。多くの観光会社や都船業者がグラスボートなど産後召喚賞を兼ねたツアーを企画しており、ホテルなどにも窓口がある。多くのツアーでは真ん中の中野浜に上陸する場合が多い。中野浜のみに簡易トイレや日よけがあり、シーズンでは売店がある。 通常、業者が木材やビニールシートで簡単な日よけを用意しているが、台風直後などは用意していない場合もある。強風でなければ、ビーチパラソルもレンタルできる。シュノーケリングができるが、安全のため業者指定の遊泳区域となる。シュノーケルツアーの場合は別である。また、潮の状態によっては、徒歩で別の砂丘へ渡れることもある。観光会社が運営する。 観光船で約20分かかり、潮流次第で運航ルートが異なる。a b シマンチュ、ナビハット、沖縄ロケがスタート、釣りバカ西11、琉球新報社。2014年4月13日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年3月27日閲覧。日本のベストビーチ11000人以下は、沖縄が独占。それでは1位は、沖縄タイムス。 2016年2月20日閲覧久米島ガイドマップ久米島観光協会ありがとうございます。